べきか。幻を見せられて教授、あ、教授すごい汗だぞ。大丈夫大丈夫、幻を見ていた。いや、あれは幻ではない。苦しめ弱らせることが目的なのか。子供たちだけでなく私は敵にとってはいらん。だがそれなら私だが敵はそうはしなかった。つまり私も生贄。教授、タグマ君、教授の幻。そうだ、私の名前は水瀬明春。50年前に行方不明になった水瀬美幸の弟。え、みゆきが教授のお姉さんで、教授がはる。私は今までこの話はむしろみんなに余計な気苦労をかけるだけ。ジジモンはみゆきに声を届けても、それは対症療法。いずれみゆきを倒さねば教授とみゆきが兄弟だと。私もそう思っていたよ。だがレナモンの憎悪も、レナモンが主についたことも、おそらく私の全てを救う鍵がみゆきであるならば、私の事情も、もうだから無事にこの図書館を出し、私について、私の姉について。教授、今まで私は随分と不審な行動をしていた。ありがとう、そしてすまない。いえ、こちら。さて、まずは全員。そうですね、そのためにも。ああ、わかった。この全員と合流したら、罠の中じゃ。お前たちに。レナモン。待ち伏せて。このまま逃がしては捕らえた意味もない。無駄な抵抗はやめて。早く待ってくれ、レナモン。池に通して主に力を貸すんだ。主はミユキをと呆れるばかりだ。君たちは本
そのしつこさに免じて教えてあげるよ。みゆきを救う？そ、身代わりって。主は生贄を、多くの生贄を食らって、私は主の手足となっ、主が巫女を返すはずがない。君は騙す。だからといって運命の子供、僕にとっての、お前たちの世界の時間で数十、多くの子供たちがお前たちと同じように、その中にいた二人の子供、みな、みなせ、お前のことだ。みなせ秋春教、みゆきはみなせの巫女だ。世界と世界をつなぐ、みゆきはその力で。そうだレナモン、ここで見た私の記憶の蓋、真実を隠す恐怖。私はみゆき、そしてこの、お前を逃がしたせいで私が生き残った仲間を解き伏せ、みゆきを抱く、お前の身勝手な保身のせいでみゆきはこの世界に置き、主に取り込まれ、ただ春、お前は自分だけおめおめ、みゆきはお前を救うために心を、なのにそんな状、弟はきっと来てくれる。だから私はこの姿で彼女を支え続けた。自我が薄れているはずのみゆきは言葉を投げかけら、だから私はお前がこんな老いぼれになるまで。レナモン、すまなかった。それはつ、そうだ、あ、待ってくれ、タクマ君たちはこの話、あるさ、みゆき、いや、私の目的、しか、みゆきのためにこの屈辱、だからってこっちも黙ってやられ、私たちだって、なあなたの苦しみって、もうみんな、レナモン、僕には主が、みゆきを取りも、本当にみゆき、私たちの声は、甘いざれ事はもう終わりだ。立ちはだかる者は私の敵だ。案ずるな、早めに終わらせる。行くぞ。僕の番だね。
い、タクマ。よ、ミノル、ファルコも全然無事じゃねえっての。さっきはよ、お、戦うべきか。早めに終わらせる。番が来たんだね。誰から私に奪われたいの？行くぞ。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、全ては整った。苦戦してるのか？なら、カイト、嫌な、弱い、おい、え、あれ、当たる。どう戦うべきか。俺に任せておけ。ん？さらなる力の解放だ。アロデルモン、覚悟はいいか。するな。早めに終わらせる。番が来たんだね。誰から私に奪われたいの？強くなる約束だ。先生、勝ち目はないとして。どう戦うべきか。
私がやろう。しているのだ。君が辛い思いをしたことはよく分かった。私の存在が君をどれだけ私を恨んでもらっても、主の言葉を信じたところで君に待つのはさらなる忍耐の日々だけだろうから。私は君に、だから主がそれでも役だが、そして今度は君が主に騙され苦し、その時みゆき、レナモン姉さんを、あの日私は、騙したのか、レナモン。耳、ミユキはあの城で教授の声にこ、ミユキ、ミユキ、あの笑顔、力は満ちました。